メネデール100倍液に1日つけておく。5月から7月に、その年に伸びた新しい枝。今年伸びた枝を切り取って始めます。10センチから15センチほどの長さのものを用意します。木化した茶色い枝は挿し木の成功率が低くなります。桜の品種にもよりますが、一般的に桜の挿し木をして、しっかりと枝から根が生えるまでには、1ヶ月から2ヶ月ほどかかるとも言われています。